花の位置は…そっちはどう？リーネちゃん、こっちの準備は大体終わったよ、ナシカちゃん。薄紫色の綺麗なお菓子だね。今日はブルーベリーのムースだよ。あれ？そのブルーベリーってもしかして？うん、私の実家が送ってくれたブルーベリーなの。あー、こんなにプルプル揺れて、まるでリーネちゃんの。私の…何？ナシカちゃん。あ、いや、なんでもない、なんでもないよ。こんなにプルプルしてきっとすっごく柔らかくて美味しそうだなって。いっぱい作ったからおかわりしてね。うん。それじゃあそろそろ私、みんなを呼びに行ってくるね。の音？なんだろう。あれ、あそこを見て、ヨシカちゃん。わあ、とっても大きな空母。はあ、あれ、赤城だよ。でも赤城はネウロンに乗っ取られて、みんなでやっつけたはずだよね。そうなんだけど、一体どうして。おう、二人ともどうしたんだ？あ、坂本さん。おはようございます、坂本少佐。坂本さん、あの船は一体？うん、あれはな、我が扶桑海軍の空母、天城だ。天城？赤城と名前が似てますね。ああ、そうだな。天城は赤城の同型艦で二番艦として作られたんだ。やっぱり、だから赤城とそっくりだったんだ。はっはっはっは、まあそういうことだ。私は天城からの内科艇を出迎えに行ってくる。お前たちも後で見に来るといいだろう。はい、わかりました。それじゃあ、急いで準備をしちゃおう、ヨシカちゃん。うん。
遅いぞ二人とも。坂本さん、これは一体。ああ、ネウロイが現れた。お前たち。はい。坂本さん、私はどうしたら。心配するな、宮藤。これを見ろ。これがお前の新しい翼だ。またみんなと空を飛べるのは嬉しいです。でも、どうして。すまん、詳しい説明は後だ。装着したらすぐに出るぞ。二人とも私についてこい。了解。わかりました、坂本さん。宮藤よしか、発進します。了解した。了解。了解。
みんな、怪我はないか？はい、大丈夫です、坂本さん。はい、坂本少佐。うん、どうやら他のネウロイも去ったようだな。よし、基地に戻るぞ。はい。